はい、皆さんおはばちは宮内ゆきです。それでは、今日もドラゴンクエスト4導かれし者たちをまったり引きこもり実況プレイバトル鉛筆しか知らないを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よくぞ戻られたライアン殿。おう、神よ、この者たちに聖なるご加護のあらんことアーメン。イエー。あ、ホイミンもねいますからねレベルがハテナってのが相変わらずウケるな。あ、そうか、武器が鎖鎌になったんだね。キョッケイ。バトル鉛筆しか知らないとか言ってたらですね、バトル鉛筆が欲しくなってきます、だんだん。やばいね。いろいろだからちょっと今調べてます。で、バトル鉛筆買ってもいいんですけど、お前誰とやるんだよっていう。そういう地味にこう突っ込みをね、一人でしながら。はい、じゃあ、話本題に戻しまして、空を飛ぶ靴ですね。使ってみますか。ライアンの体は空高く舞い上がった。おお。何これ。うわ、大目玉だな。懐かしい。さあ、来るんだ、小僧。えん、怖いよ、離してよ。早く追っかけようよ。やっぱり子供をさらったのは魔物の仕業だったんだね。そうみたいだね。鎧が飾られている。マジかよ。あ、普通に出ますよね、ここはね。はい、頑張ります、戦います。あー、守備力めっちゃ下げられてる。すげえ強えじゃん。ホイミン大丈夫か。あ、頑張れ頑張れ。レベル上げてもこんなに。OK。 やべえ、1回の戦闘すげえ時間かかるぞこれ。あー、いったね、倒せねえかこいつも。オッケーオッケー。オッケーイ。ライアンはレベル6です。うん。ホイミンはこれなんかやっぱ上がる気配がしないな。うん。ライアンさん、僕と同じホイミンスライムが出てきても情けをかけちゃダメだよ。はい、わかりました。あー、キメラの翼ね。やべえ。とりあえず戦ってレベル上げしないとな、これは。もう到底今の感じじゃ、せめてこいつら一撃で倒せないと。あ、HP はこいつ16だ。16じゃねえな。防御下がるときついな。ちょこっと歩くだけでもう、マジか。え、守備力30増えたって。危ない、やばいやばいやばい。あ、よかった。一撃いけないか。おお、やばいやばい。ありがたいけどホイミン自分がやばいぞ。やっべ。守備力30上がってます。リリパッドってやつ。オッケー。ホイミンやっぱり上がらないもんな。え、人がいるじゃん。おお、ライアンじゃないか。私もあの古い道具偶然に見つけてここまで来たのだが、
この塔の魔物たちはとても手強い。こんなことならフルイドにいたホイミンとかいう魔物を仲間にしてやるんだったな。いやいや、お前の後ろにいるのホイミンじゃないか。全くお前が羨ましいよ。この人よ、僕を仲間にするのを断ったひどい人は。でもそのおかげでライアーさんに会えたから、この人にちょっと感謝かも。捨てる神あれば拾う神ありってやつですね。いや、マジで強いよ、この人たち。この人たちっていうか。頑張れー、よいしょー。まあ、もう1しかね、あげられ。うわー、やばいな、これは時間かかりますね。ありがとう。マジでめっちゃきついんだけど、進むにももうエンカウントもすごいし、こいつから今度倒さないとダメだな。まだか。巣からさえ、あ、ずいぶん時間かかったね。待て、道具使った方がいいか。全滅したらシャレになんねえからな。てか全然進め、おお。はい、情けかけないよ。一撃だ。オッケー。オッケー。そして、で、上は宝箱だったね。おお、オッケーオッケー。こういうのがね、すごいありがたいです。おお、似合った。うん、この塔の魔物は凶暴だね。油断してるとやられるかも。本当にもうやられそうだよな。左行くか。あ、これ強いんじゃない？立て、あ、いや待って、装備してるじゃん。装備できないもんね。子供を助けるまであともう一頑張りだね。頑張るしかないか。何これ、え、ここで回復してくれるの。お、オッケーオッケーオッケー。あ、それが分かっただけでもこれすげえわ。ちょっと待ってよ。あ、倒れてる人が。大鶏。いいや、あそこを、なんだっけ。拠点にして回復で戻れるから。え？つえー、マジでつえー。あ、でも2体だったらね、まあ、最悪に、え、なんで眠んの。いや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 、なライアンどうした、なんで眠ってんだよ。起きろホイミンのレベルがな、上がんないのは痛いよなこれ。オッケー、素晴らしい。うん。オッケーオッケー。まあいいや。で、この人は？ライアンか、私はもうダメだ。いいか、よく聞け。世界のどこかで地獄の帝王が復活しつつあるらしい。しかし、魔物たちの予言では、帝王を滅ぼす勇者もまた育ちつつあるらしいのだ。それが俺のことか。
そこで勇者がまだ力をつけぬ子供のうちに見つけ出し、闇に葬り去る。それが魔物どもの狙いだ。ライアン、子供たちを守ってくれ。子供をさらったやつが近くに潜んでるかもしれないね。これやばいわ、マジで。あ、これちょっと待てよ。待った。場所は分かった。ちょっとアイテム先拾おう。多分なんかこのまんまだとね、これ外なんなのこれ。ホイミスライムはとりあえずシカートしとって、こいつから倒そう。あ、眠っちゃった。一撃で、オッケー。頑張れ。こいつホイミ、あ、うざいな、この。よいしょ。大鶏を先に倒さないとやばい。オッケー。ホイミスライムはもう全然大丈夫。素晴らしいね。素晴らしい。もうお金もどんどん溜まっていくじゃん。はい、呪文で。ホイミン頑張ろう。あ、なるほど。ここがもう表なんだね。この回復ありがたいな。おお、守りの種。オッケー、身の守りが下がった。あ、ごめん。B 連打しちゃった。おお、やばい。キャド使ってくるね、こいつ。一撃で倒したいな。前普通にここでね、レベルが上がってけばボスも倒せるでしょう。オッケー。いお、これ強いんじゃない、今度こそ。ちょっと待てよ、なんだっけ、違う、装備で鎖がまあ48、あれ？あ、フクロウか。おお、え、めっちゃ強い。え、めっちゃ強いじゃん。装備します。すごーい。これめっちゃ強くなったぞ。あ、これで余裕だわ。まだね、行ってないとこありますからね。あ、こう行ったね。行ってこっちか。いや、違う。あ、あれ、いや、ここは違う。俺は何をやってるのかな。まず、なんだっけ。あ、これだ。うん。これでも絶対ボスはね、多分勝てますね。さあ、じゃあもう覇者の剣装備してるんで。
多分めっちゃ強くなってる。おー、これは嬉しい。超強いじゃん。まあ大丈夫か。いいよ、もういくらでも大丈夫、出てきても。シャドウ素晴らしい。MP がね、足りなくても唱えられるのがウケる。レベル上げる気はなかったんだけど。お、いいね。で、ここ下を降りるとダメなんだよな。あれ、どうやって行くんだろう、あそこ。これじゃないな。OK。こういう結界がね、まさかまさか。スカラー。防御上げても、上げても一撃でいきたい。OK。すげえ。マジめっちゃ強くなった。で、ここでしょ？うん。あのアイテムだけわかんねえな。どうやっていくんだろう。普通にあれやばそうだよな。もういっか。いっちゃいます。えんえん、助けて、怖いよ。助けるよ。ふん、ご苦労なことだな。やっとここを突き止めたということか。だが子供を返すわけにはいかぬぞ。おじさん助けて、こいつら僕のこと勇者だろうっていじめるんだ。ほいみ、ここ何もしてくれないの。マジか。お前だな。我らの目当ては子供のみ。勇者になる可能性のある子供のみだ。大人になる用はない。だがここを知られたからには生かして返すわけにはいかん。死んでもらうぞ戦士よ。きたー、ピサロの続き大目玉。これは大目玉から先 やった方がいいんじゃない。あー、オッケーオッケー。ギラー、きたー。全体攻撃です。ホイミも結構効くじゃん。もう大目玉をね。え、何顔色変わったって。うっそ、ホイミン回復させなきゃやばいじゃん。あぶねえ。ちょっと待ってよ。あやべえ。ちょっと待って、なんで気になっちゃう。あ、ダメだダメだダメ。27か。通常攻撃がこいつ一番強い。やべえ。HP どれぐらいだろう。ギラ使ってこい、ギラ。あー、やられないか、まだ。
ジかよ。どこからともなく声が聞こえる。導かれし者よ、まだ死ぬ時ではありません。そなたに再び命を与えましょう。さあ、目を開けなさい。こういう復活の仕方なのね。おう、神よ、この者たちに聖なるご加護のあらんこと。アーメン。ああ、結構お金なくなったな。生き返らせます。はい。ほんとごめんね、ホイミン。大丈夫です。ちょっと待てよ。だから、もう装備買ってかないとダメだ、これ。うん。鉄の鎧。ああ、こんなに。鉄の盾。まず、売ろう。はい。あー、鎖鎌、めっちゃ高く売れるじゃん。オッケーオッケー。待って、青銅の鎧かな。はい、買うんじゃなくて売ります。川の鎧だね。あー、もうあとはダメか。うん、買えないもんね。よし、あとはじゃあ命の木の実を使っとくか。おお、すごいすごい。ライアンさん、ライアンさん、今日はとってもいい天気だから日向ぼっこでもしよう。そんなこと言ってる場合じゃねえだろ。あ、ちょっと待ってよ。回復、あ、違う違う。薬草これ買っといた方がいいんじゃない？どこだ？道具屋は。ここ？あ、はい。はい、袋ね。オッケー。よし。うわぁ、人間がいっぱいだね。でも僕ちょっと不安。だけど、ライアンさんと一緒なら大丈夫だよね。大丈夫、大丈夫。どんなだよってね。じゃあ、はい。空飛ぶ靴。今度は絶対勝てるわ。どこだっけ。ついでにレベルも1上げてから行けば絶対今度勝てるよ。あれ、おー、ライアン、ほら効かなくなってる。今度は絶対勝つぞ。何度でもね。レベル上がんねえか、まだ。うん、ライアンはもう1ですよ。守備力が上がったところでね、もう問題ない。きたー、最高の形です。特にレベル上げっていう感じでもなかったんですけど、うん、ちょうど結界もね、ありがたい。これがオッケー。さあ、リベンジだ。
ライアン HP めっちゃ増えたじゃん。よいしょはい、再び。助けて助けて、怖いよ。さあ行くぞ。我らの目当ては子供のみ、勇者になる可能性のある子供のみだ。大人になぞ用はない。だがここを知られたからには生かして返すわけにはいかん。死んでもらうぞ戦士よ。今度は負けねえぞ。あら、いいね。ウィミン頑張れよ。おお、いいね。オッケー。あ、ホイミン全然効かねえじゃん。あ、ギラがさっき効いてたな。よいしょ。さっきときつさが全然違う。オッケー。ギラ来たー。よいしょー。おー、まだ14も効くの？マジかよ。ごめん、ありがとう。メラ、今度は勝てるわ。思い捨て。あ、まだやられない。200ぐらいあるのかな HP。 なんだろう。けー、やったね。人間ごときに敗れるとは。だがきっと他の魔物たちが勇者を探し出し、その息の根を止めることだろうよ。お前たち人間はやがて帝王様の生贄となるのだ。地獄で待っているぞ、グフ。よかったね。よかった。前、おじちゃんありがとう。僕たち、うちに帰れるんだね。あ、そうだ。この塔のてっぺんから飛び降りると、外に出られるそうだよ。ありがとう。あ、みんなついてくるの？かわいいな。てかさ、あの、あ、回復してんじゃん。わいわい、僕家に帰るんでママとパパに会えるんだね。えぐえぐ、怖かったよ。お前は勇者かもしれないから、あいつら僕を殺すって。でももう助かったんだよね。おじちゃん、あいつらみたく僕を殺そうとしないよね。へへ、よかった。おじちゃんヒゲ面だからちょっと怖かったんだ。パパ怒ってないかな。約束破って村の外で遊んだからこんなことに。あれ、ホイミンと話しかけられんねん。てか、あのさ、一個だけ、あのアイテムの部屋がさ、やっぱ気になるんですけどね。あれどうやって行くんだろう。ここじゃない。ん？どうやって行くのあれ。ここ上だもんな、これは。ふむふむ、そういうわけだったのか。よし、わかった。私は一足先に戻って地獄の帝王と勇者のことを王様に報告しておこう。あ、あららら、わかんねえからな。もう降りるか。よし、イエーイ、凱旋凱旋。あ、ママだ、わいわい。よかったね。
ママこの人だよ、この人が助けてくれたんだね、おじちゃん。なんてお礼を言ってよいのやら、本当にありがとうございました。いえいえ。バイバイ。ああ、絶対に生きていると信じて待った甲斐がありましたわ。お忘れでしょうか。バトランドのお城まで願い出た、あの母親でございます。よかったね。あのお母さん泣いていたね。嬉し涙ってやつかな。そうだね。じゃあ、今日はここまでです。あ。おお、ライアン、全くお主を見直したぞ。王もきっとお喜びであろう。はい、じゃあ次回は、またバトランドの城に戻るんですかね。はい。ドラクエ4も楽しいですね。はい、ホイミンと仲良くまた進んでいきたいと思います。ありがとうございました。宮内ゆきでした。